ジョハール、ジョーハルは、ソマリアの中部シャベーラ州の行政中心都市。ソマリアの首都モガディュから、幹線道路沿いに北に90キロメートルの位置にある。一時期ソマリア暫定連邦政府の首都機能の一部が、置かれていたが、2009年5月以降は、イスラーム武装勢力アルシャバブの支配下にあったが、2012年に、ソマリア中央政府が奪還。この地は、 ソマリ族の氏族ダロットとハウエそれぞれの居住地区の境にあたる戦略上の要所だった。1873年、イタリアのアブルッチ公、ルイージアメデオ・ディ・サボヤが来てこの地に新しい集落を設立した。サボヤは資金を募り、ダム、道路、鉄道、学校、病院、教会、モスクを作った。サボヤはソマリ族の妻をめとり、この地で亡くなった。 1938年、ジョハールのホテルそれから間もなく、イタリア領ソマリランドが成立し、イタリアはこの新しい植民地に農場などを作った。サボヤは1911年に新たに農民を入植させ、1920年にこの村に、イタリアの新しい農業技術を導入し、さらに村の名を自身の称号にちなんでアブルッチ村と名付けた。1920年代にはダムが建設され、 住民の立ち退きによるトラブルが起こっている。1926年には16の集落、3000のソマリ族、200のイタリア人が住んでいた。この村は、シェベリ川沿いにあり、乾燥地帯がほとんどであるソマリアにしては珍しく、バナナ、麺、砂糖が収穫できた。ジョハール周辺は、第二次世界大戦まで、イタリア領ソマリランドで、最も農業改革が進んだ地域となり、 若干の食品産業が生まれるまでになった。1940年、アブルッチ村の人口はイタリア系ソマリ人3000人を含めた12000人となり、簡単な産業も生まれた。イタリア人はモガディシュとの間にモガディシュをビラブルッチ鉄道を敷き、その後30年間バナナやコーヒー等をヨーロッパに輸出した。1960年のソマリア独立に合わせてビラブルッチはなお、 ジョハールと改めた。独立後、ソマリ族は現金化が容易な放牧などに力を入れたため、イタリア人が経営していたバナナやコーヒーの生産は衰退した。1969年、ソマリアにクーデターが起こって社会主義化し、肥沃なジョハールの土地も国有化された。政府は農産物を決められた価格で80%まで買い取れることになった。 1973年に出された政令で、農民のほとんどが別地区の開発のために移住させられ、ジョハールは衰退した。首都モガディシ首近坊がバナディール州として、中部シャベーラ州から分離したので、ジョハールはバナディール州の行政中心都市となった。2004年、ソマリア暫定連邦政府は、根拠地をソマリア国内に移すにあたって、安全上の理由から、首都を 従来のモガディシュではなく、バイドアとジョハールのそれぞれに分けておくことを決めた。ただし、暫定議会は、モガディシュに移すべきだとして、これに反対している。結局2005年6月、暫定政府初代大統領のアブドゥラヒユスフは、首都機能を、ジョハールに移した。首相のアリー・ムハンマド・ゲイディもこの地で政務を取った。日本政府も2005年度に、アフリカ連合連絡事務所開設のため、 22万ドルの資金を援助している。その後、首都機能の多くはモガディッシュに移されたが、議会はジョハールに据え置かれた。しかし2006年2月、ユスフとゲイディはジョハールの首都機能をより安全なワイドワイと移した。2006年6月14日、首都モガディッシュから北上してきた、イスラーム武装勢力イスラム法廷会議がジョハールを占拠した。 2006年12月27日、エチオピアなど外国の支援を受けた暫定連邦政府はイスラーム武装勢力イスラム法廷会議からジョハールを奪った。2008年8月にイスラーム武装勢力同士の争いが報じられもしているが2008年10月にはソマリアで最も安定した医療施設の提供が受けられると評価されており12月には 国連職員とイスラム法廷会議幹部との会談も行われている。2009年5月17日、イスラーム武装勢力アルシャバブがジョハールを奪った。アルシャバブは外国勢力に対して強硬であり、ユニセフ現地事務所からも物資を奪っている。アルシャバブはジョハールで男女が手を握ることを禁止するなど厳しい政策を敷いている。2012年12月、 ソマリアン軍とアフリカ連合軍がジョハールをアルシャバブから奪還した。ありがとうございます。